皆さんこんにちは、ハヤトです。今回はゴールデンウィーク信長企画第13回になります。はい、それじゃあ次は、対大友戦争だね。この準備をしていこうか。兵糧43万あるから今すぐ攻め込んでもいけそうだね。よし、このまま踏み潰しに行くか。ご命令を。さあ、さらなる兵糧が入って兵糧66万なり、行きましょう。宣戦布告、大友家にはそんなに恨みはないんだが、借りはあれこそ恨みはないんだが、我が阿蘇家が上洛するにはね、この大友家の領土が邪魔になってしまうので、行くぞ。陣ぶれを出せ。己これだね。お、三好が阿蘇家に味方するって言ってるね。手を貸してやろう。雨子はわかるが、兵糧2万もくれたんだけど。そうか、三好戦争してないんだね。兵糧余してるんだ。よし、行くぞ。まず第一部隊は、どこから行こうかな。柚木城から行くのがいいかもね。条件1万2000。うわ、狭いな。もっと広いところから行けないのかな。あ、そうか、四国は土地が狭いから、これ、クオリティで勝負するしかないんだね、軍隊の。いいや。お、毛利元就隊出るじゃないか。兵数5万1000。そんなにいるかっていう感じするんだけども、兵数4万3700。毛利元就、小早川隆景、島津義久、海藻雲、島津義久、毛利&島津連合軍だね。相手は高橋常雲。出陣するぞ。さあ、出るぞ。第一部隊。次、第二部隊、出ます。第二部隊は、九州から上陸してくれ、黒瀬城。相手の大友宗麟だね。相手の大名隊が待ち受けているところに。龍蔵寺高信隊。こっちは、龍蔵寺家臣隊だね。龍蔵寺高信に、鍋島直重。さらに、毛利家臣だって山中鹿之助とか。出陣だ。はい。さらに、第三部隊を出します。第三部隊も、大須城、こっち行ってみるか、第三部隊。出陣しよう。よし、行くぞ。大友なぞ。一発で攻め滅ぼしてくれるわ。相手も一生懸命軍出してるね。べっきあきつら、じゃないや。立花洞節かも。立花洞節に。長宗我部が大友攻めを始めた。不参戦だ。ハイエナたちが群がってくる。大友が滅ぶと気づいたな。勝は終えられぬな。一応、今のうちから、対面、国衆将兵入れときます。志果たさず、狭いところで、戦になりそうだけどね。さらに対面、借りた狼藉も、まあ、いらないんだけど、入れときましょう。兵糧は余ると思うけどね。さあ、海を渡って、瀬戸内を渡る時が来たね。黒瀬城、大須城、そして柚木城。一応一番欲しいのは柚木城だね。これ種様の九州短大の意向により、配下や民からの提言が集まっております。これね、施策ポイントが増えるんだよね。どうやら。さあ、施策力もものすごく入ってきてます。今度は何をやろうかな。またちょっと、戦争系の方策をやるのがいいかもね。海上、水上移動速度上昇。これかな？今一応海の上にいるんだよね。いや、やっとこう。はい。村上戦線用法。村上武義いるからね、家臣。もう、絡め手を使わなくても良いのだ。当家は。これが強者の戦である。長宗我部元近来てるね。さあ来たよ。大友宗麟、対毛利元就。はい、変数的には、五分だね。イーブンの戦です。国衆将兵でちょっと有利だけど。あいつの方が先に陣取ってるから必ずしも有利でもないね。さあ、ついに元就を戦線に投入するときが来ました。敵の防御をダウンして同士打ちをさせる能力を持ってるんだよね。これで痛い目にあったんだけどね。これ種がね。それはまた別の話だ。東に陣取ってる部隊は、あ、というかこれ全部隊が騎馬鉄砲じゃないか、うちの部隊。すごいね。部隊の能力値的には、全部隊が3桁です。相手もそれなりではあるけど、こっちの方が強いね。立花同節にはさすがにちょっと苦戦しそうではあるけど。軍技力は80。どうやって戦おうかな。めちゃくちゃ多いね、作戦が。こんなオールスターみたいな軍で戦うことあんまりないから、びっくりするね。何で戦おうかな。釣りの伏せでもいいのかな。はい、準備できました。今回も島津の兄弟たちが、舞台にいるっていうことで、のぶせ、釣りのぶせ戦術でいきます。海藻雲がいつも通り釣りたい。2人の信瀬隊は後ろに隠しときましょう。ようやく仕様理解したんで、この2人は戦争始まったら後ろに隠します。で、後ろで鐘叩いて、先方ゲージを増やしながら、
もう割と正面からね戦っていこうかなと思います。一応ここにうずめ火を置きました。さあ行くぜ。戦法的には毛利元成の戦法をちょっと使ってみたいとこだね。せっかくいるし、もう正面はまっすぐ出ます。この砦を壊したいので、さあ行くぞ。さあ突っ込め。前に出てこないんだったら鉄砲撃てばいいな。始めよ。お、ああ綺麗におとり挑発されてしまった。敵の居場所が知れました。釣りのぶせ。油断したか。よし頼むぞ。目の前にいる土井清義、こいつをまずやろうか。鉄砲悠長に撃ってる場合じゃないな。このまま押し包んでやる。包み込んで倒してやる。待て待て待て、それ以上前に行くとおとり挑発にかかるぞお前ら。ちょっと待って。かかっちゃったよおい。立花同説が突っ込んでくる。鉄砲撃てるか。おとり隊が意外と硬いな。まだか、のぶせ隊まだか。早く来てくれ。来たー。横槍を入れ。はい奇襲取ったよ。取ったけどちょっと辛いな。待て待て、ちょこのよし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 、おとり挑発が辛かったんだよ。さあ突っ込め突っ込め。高橋ジョーンやれるね。オッケー、よし正面突破成功。立花同説じゃないや、大友総理か。大友総理に川にはまって今動けてないね。倒しに行こう。三種の矢、あちょっと待って、なんかあるぞ。小早川隆景の技の三種の矢か。攻撃ダイアップ、味方の視界速度ダイアップ、あこれすごい強いね。だけど元成の技能使いたいからもうちょっと待とうか。もうちょいで使えそうなんだけどな。来た、はい、防身気略、これが敵が同士打ちをするというスーパー能力。始めるぞ。鉄砲撃ってみるか。なんかこのゲームあんま鉄砲強くないんじゃないかなって感じがすごくしてるんだけど、もうせっかくなんで敵逃げ惑ってるんで全滅狙いに切り替えようかな。打ち始めるまでがちょっと長すぎるんだよね。はい、さあ全滅まであと少し。相手一生懸命うちの大将に向かってきてる。はい全滅です。完勝でした。あとはこいつをみんなでボコすだけ。はい、勝利。おう、わしを脅かす者はおらんのか。おらんのか。正直技能も無駄な使い方したけど圧勝だったね。当たり方がありと良かった。さあ一人下ったぞ。さあこれでもうオートマ軍が出ないんじゃないか。四国上陸しました。伊豆城です。強行で10日で落ちるみたいなんで強行しましょう。さあ四国上陸、10日で落ちるぞ城も。長宗我部元親がすげえ邪魔。この城5万人もいるじゃないか。しかもちょっと待て、ことじけの城、長宗我部邪魔だな。このまま戦っちゃおうかな。どうしよう、参ったね。でも戦うにしても場所は選びたいとこだからね。なんか雑な宣戦布告はあまりしたくないな。大友滅ぼしてからでもいいしね。なんかあんまなんかいい感じじゃないな。ぐだる時の雰囲気を醸し出してる気がするな。なんか良くないよね。報告します。親善は順調だね。これだね様、長宗我部元親は四国すべてを手に入れるつもりのようです。あ、そんなセリフもあるんだ。ご命令、四国すべてを。何ということは俺たちと争うということだな。大友の領土全部取ってから、長宗我部は攻めましょう。三つの軍でバラバラに引き裂いてくれるわ四国を。手を打とう。四国をボロボロにしてくれるわ。いざ参ろうか。うちの方がすぐ着くよね、これ。大丈夫だよね。あれ抜かれてる？大丈夫？あ、着いた。よし、OK。こっちは強行23日。広いところで当たっても5万人出てるもんな。腹の底から勝ち時を上げろ。ことじけなし。さあ、竜造寺高信、次だ。宿毛城に。出陣だ。
あら、逃げてったね。しろ、いただいておくぞ。長宗我部元親がうちの領土にいる。邪魔でしょうがないな。そろそろか？元就軍一回ばらして再出陣しようかな。南の城が落ちるまでの間に。3万人まで減っちゃったね。一回開戦したもんね。帰城しよう。すぐ来れるんで、一回帰城します。大友の城全部落ちたところでもう一回出陣してもらおう。マックスまで持って。長宗我部との開戦に備えてね。元近に城やりたくないなぁ。なんかやることあったっけ？交渉。特にないか。従属させられればいいんだけどね。領土が隣接してないとダメなんだよね。隣接してなくてもできてもいいと思わない？取引を行いましょう。ありがとうございました。あ、馬とか鉄砲とか買っとこう。金余ってるからな。さあ、行くぞ。この志必ずやキリシタン、それずっとキリシタンしてるなはい。いいよ。さあ次だ。もともと飲んだら出直しでもいいのかな、これ。どうなんだろう。モグラ攻め。これ最後の城だけちょうど長宗我部に取られちゃいそうで、すごく嫌だね。このまま行っちゃうと。でも元成隊どっかのタイミングで出そうか。ここにね、長宗我部の城があるんで、能島城、ここに行きたいんだよね。でここすごい狭くて攻めづらいんで、元親が四国にいる間に行くといいかもしれないね。結構残りやすい城なんだよね。落としづらくて。優秀な部署に立てこもられちゃうと結構大変。ちょっと待て。もう元成ついてるんで、中村御所一回離れよう。いざ参ろうか。残そう残そう。これ種様、配下の島津義虎殿に子が生まれました。うちは子が生まれないのか。後継ぎがいないんだよな。後継ぎが欲しい。さあ、次は何ができるかな？鉄砲射程増加。これ行ってみようかな。はい。まあ、騎馬鉄砲でね、鉄砲すごい使ってるからね。当家に使いたいという浪人がおるようです。島津持久かな？尽くしてくれたまえ。そろそろ、元就軍をもう一回出せるかな？出ます。いざ、さあ、長宗我部戦を始めようか。もう落ちるぞ。待機せよ。まあ、今始めちゃってもいいかもね。どうしようかな。片付けない。竜像自体はそのまま行っても良さそうだね。よし、国境線に陣取るんだ。久保川城が意外とも。あ、山名が雨子攻め始めたんだけど。やめてくれ。雨子はさ、うちの手下なんだよ。従属。とりあえず不参戦だな。どうでもいいや、従属なんて。官位を売りに来たのか。はい、買います。関白になりたい。元親が時間かかりすぎてて終わらねえ。どうしようかな。ちょっと待つか。このままもう長宗我部に宣戦布告しちゃおうか。いいかもね、それで。ご命令を。よし。まずは、子が生まれない理由を探そう。あ、そう、これだね。嫁がいない。側室もいない。だから子が生まれないんだ。なんか、婚姻とかできないのかな。交渉。山名家の姫とかもらえないの。ダメだ。武将や姫がいませんって出ちゃうね。あ、三好と婚姻できる。三好にもらうか、姫。三好紅っていう姫がいるんだけど、これをもらえば、子供が生まれうるな。でも、従属にはしたいけど、同じ立場での婚姻はしたくないな。従属させれば、姫が入るんだっけ、手に。そうだよね、従属させよう。姫を献上してくるはず、確か。それが一番いいかもね。よし、行くぞ、宣戦布告。この邪魔な長宗我部家に宣戦布告します。国力8、なかなかだね。大義は我らにあり。三好はまた味方についたね。してやろう。雨子が力貸すって言ってるけど、それどこじゃなさそうに見えるんだが。さあ、行くぞ。行くとするか。島城。竜像寺高信は。やってやろうじゃねえか。こっちがいいかな。進め。曽根城？曽根城。あ、落ちたね。さあ、鬼の犬間に城落とすぞ。
すぐやってくると思うんだけど。むしろ。あら、早っ強い。あ、来るね。調査会元しか来るね。行こうか。じゃあ中村御所落とす。いざ参ろうか、はい。ここ勝てるのかな。ちょっと見てみようか。17000対17000になるのか。舞台の強さはどうだろう。あ、舞台数がそもそもちょっと少ないけど。うわ、145?こっちはどんな舞台なんだ。あ、こっちも強い。強いけど、なんかあんまり、やりたくないっちゃやりたくない戦ではあるね。行くとするか。まあでもどっかで当たらなきゃいけないんで。当たろうか。しょうがないね、これは。あ、雨子が山名に勝っている。いいぞ、頑張りたまえ。さあ、これでゆっくりと大友のとどめを刺すことができそうだね。標高103日、そんなにかかるの？城が硬いんだね。すごく。武将も強いし、ホイするか。48日。じっくりやろう、じっくり。第3軍だしね。交渉出てるね。はい、交渉します。さあ、調査壁元近、あ、なんかこっちに、矛先を変えやがった。全員で行くぞ。これ倒せば、おそらく調査壁も滅びます。勝てればね。わざわざ出直したんだ。これどんな能力なんだろう。姿勢知らず。猛攻これ使ったことないな。ちょっと不安だ。さあ、敵より先に布陣してはいるね。軍技力135もある。さあ。どうだとか、舞台数少ないんだよね。舞台数少ないってことは、うまく強撃した方がちょっと有利になるのかな。鉄砲射程増加の、方策を取ったんで、鉄砲撃ってもいいんだけど、どうしようかな。とりあえず、あ、釣りの伏せができない。軍の戦場属性が発案条件を満たしていない。だって。地形によるんだね。これ、山で森だから、ダメってことなのかな。これすごくない？ギサ術策。何これ？騎兵隊の周囲の敵の防御が特大低下し、移動負荷。やばいけどこれ。すんごいのあるな。すんごいの持ってんだけど。特大低下？じゃあ騎兵隊は海藻雲でいいね。我が阿蘇家の誇る名将海藻雲。これ元就のやつだよね、多分ね。はい、できました。今回うずめ火3つ置いて、後ろに金とのろしを置きました。これで兵数回復しながら、先方ゲージを増やします。そして元就の技能であるギサ術策。これで敵の防御大ダウンだね。これうまく全体に入れられるといいね。だから海藻雲をちょっと突出させて敵のど真ん中へ使わせましょう。いきます。行くとするか。いきます。ご命令を。さあ、芝鉄砲隊を横一列並べます。来たぞ。相手も鉄砲だね。こっちの方が多分射程は長いはず。いいね。はい。奇襲が通りまくっている。さあ、罠を踏んだぞ。ここだ。撃てー撃ちたい放題じゃないか。まだ曇ってるから撃てるよね。鉄砲もうちょっと強くてもいいんだけどな、このゲーム。さあ、こっちに敵が密集してるんで突っ込ませてギサ術策を使わせましょう。西の部隊一旦下がるぞ。敵は罠も踏んだし。さあ、下がれ下がれ。いい感じにはまりそうだな。あれ、ちょっと待ってよ。これなんで使えないんだ。騎兵隊の周囲の、あ、強撃されないと使えないんだ。これ要は間違えて敵に捕まってしまった風を装うってことなんだね。強撃されたところで実はそれは罠だってパターンだ。じゃあ突出させればいいんだね。さあ、強撃来い。本陣切り込みだと強撃されないぞちょっと待って、強撃されないと使えないんだが。はい、ギサ術策。1体にしか入ってねえ。あ、当てちゃう。鉄砲なんてしゃらくせえんだよ。突っ込め突っ込め。今回も全滅狙いだからね。元近出てきたけど、元近最後でいいや。で、そろそろゲージが溜まったんだけど、何使おうかな。新山、移動負荷敵の攻撃ダウン、これがいいかもね。はい、新山
希望攻撃ダウン移動不可になります。これで、この元地下隊の移動を封じてその間に敵の全滅を狙っていこう。動けてるけど動けてるように見えるが一芸術立つ。オッケー、さあもうジジイは下げよう。あ、動けてないね、動けてないね、いいねいいね。はい、さあじわじわ全滅が見えてきたぞ。もうちょいなんだけどな。はい、完璧。思ったよりも差がついたな。それにしてもここまで綺麗に勝てるとは思わなんだいやーす、鉄砲微妙だなやっぱ鉄砲撃つよりも銃の柄で殴った方がやっぱ強い。はい、敵被害甚大、全滅させました。これで一気に調査壁領の奥地まで城を取って進めるはず。そしてすでに高層壁、調査壁一門だね、裏切ったぞ。かたじけない。なんか来てるけど7000人しかいないみたいだね。はい、敵は逃げていきました。もらったぜ。すぐ近くで大名隊を打ち破ったからね。じゃあ元山城行こうかな。はい、元山城。山の中通るの微妙なんでね。瀬戸内を進もう。大証券。お金は余ってんだよな。よし、ちょっと闇取引とか、あ、できないのか。普通に買おう。取引を行いまし、鉄砲を買って、軍馬を買って、兵糧を買います。相手方の使者、あれなんだっけ使者って。あ、ここか。私は阿蘇家の小早川隆景。さあ、もう諦めて城を明け渡すんだ。城主投降。全面解放。あ、何多分ここだよな、今のな。やる気満々じゃないか。方位で22日。あ、22だったらいいかな。大友がまだ滅んでないんだよね。ゆっくりやってるから。今回はここまで。破竹の勢いで四国上陸を果たしました。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。